CPC ご覧の皆さん,こ,んにちはここからの時間は新型コロナウイルス感染症情報をお送りいたしますそれではご覧ください・・ <music> ・ 住民福祉課から新型コロナウイルス感染症情報についてお伝えいたしますえ今日は大人の方の新型コロナワクチン接種についてえそして2番目に5歳から11歳までの子どもさんの新型コロナワクチン接種についてお伝えをしていきますえ大人の方ですね18歳以上の方の新型コロナワクチン接種の4回目については先日からお伝えをしておりますが 今ですね、えー、60歳以上の方に関しましては3回目を接種された順番に接種券の方を郵送送でおおりりしておりますまた18歳以上60歳未満の方につきましては、えー、事前に申請をいただいた方のみ接種券の方を順番でお送りをしております。えー、予約につきましてはですね え先日から申し上げております通り接種券がお手元に届いてから開始ということになっております、えー、先日から皆様にですね全庫配布ということで回覧板の方で 新型コロナワクチン4回目の接種の日程の方をお回しいたしましたそれを見てですね予約していただく方もいらっしゃったんですけれどもまだ接種券が届いてないということで予約ができないという方が多くいらっしゃいました皆様にはですね今回は4回目の接種この水色の接種券の方をお送りしておりますこの水色の封筒が届いた方が予約ができる方となりますので これが届いてから予約をお願いいたします。また、この接種券なんですけれども、60歳未満の方に関しましては、事前申請をいただかないと、またあの基礎疾患がある方で事前申請をいただいた方のみにお送りすることとなっております。なので、基礎疾患をお持ちの方で接種を希望される方は、 新型コロナワクチンのコールセンターの方にお電話で、申請で結構でございます。連絡をお願いいたします。えー、集団接種につきましては、七月二十八日木曜日から開始する予定としております。七、えー、月、八月の予定を今、確定しております、えー。全日程、午後の日程となっております。えー、会場はこれまでと同様ですね。 高森総合センター前の特設会場で行います条件としましては3回目接種から必ず5ヶ月以上が経過していることということが条件となります5ヶ月以上が経過した日以降でないと打つことができませんその点ですね一番ご注意いただきたいと思うんですけどご自身がいつ打たれたかっていうのをですね確認されたい方は この接種券がこの水色の封筒の中にこの接種券が入っております開ける大きい紙になっていますこちらにですねこれまでの1回目から3回目の接種の記録が掲載されております印刷されておりますですのでこちらに日にちが記載されておりますのでそこを確認いただいてそこから5ヶ月経っているかどうかというところを確認いただいて予約の方をよろしくお願いいたします 今回ですね7月28日から始めます集団接種につきましては主に4回目の方を対象にしているんですけれどもまだ1回目、2回目そして3回目を接種,でない方接種されてない方でもしご希望の方がいらっしゃいましたらこの集団接種の予約に入れることができますのでコールセンターの方にご相談をいただければと思います。 なおインターネットでの予約につきましては今回4回目の方限定とこの水色の封筒の方水色の封筒が届いた方限定となっておりますのでもし1回目から3回目の接種をご希望の方につきましては電話のみの予約となっております。コーールセンンタにににご連絡くださいいワクチンに関するお問い合わせや予約につきましては 高森町新型コロナワクチン接種コールセンターにお願いいたします。電話番号は、零九六七六三の零三一二。平日の午前九時から午後五時までの受付となっております。今現在。 接種券をお送りした翌日そして翌々日につきましては少し電話がつながりにくい時間がございます少し時間を置いてかけていただければかかるかと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますえ次に五歳から十一歳までのワクチン接種についてお伝えをしますえ子どもさんの新型コロナワクチンですねえこれにつきましては今現在の状況としてはですね 第3弾の予約を受け付けているところです集団接種の第3弾となるんですけれどもこれは大人の方と違ってですね南阿麻村の方で行う接種になります7月4日から予約開始をしておりますがまだまだですね枠に余裕がございますもしお忘れの方がいらっしゃいましたらですねご希望の方がいらっしゃいましたらお早めにご予約の方をよろしくお願いいたします 集団接種で子どもさんの接種を用意しているのはこの第3弾が最後ということになります最後の募集でございますもしワクチン接種ご希望の方がいらっしゃいましたらこの第3弾のスケジュールで接種の方をよろしくお願いいたします日程は1回目が7月31日日曜日そして2回目が8月21日日曜日となります 一回目と二回目を必ず打っていただくということになりますのでよろしくお願いいたします。子どもさんに関するワクチンのお問い合わせ、そして予約につきましてはインターネットでも行っておりますが電話もございます。専用のコールセンターです。阿蘇南部小児専用コールセンターです。電話番号ゼロ五七ゼロゼロゼロ七七一一 平日土日祝日も同じ午前9時から午後6時までの受付となっておりますお問い合わせ予約はこちらにお願いいたします、えー、さて新型コロナウイルス感染症の状況なんですけれども、えー、皆さんですね報道などでご存知のだと思うんですがあ熊本県内非常に多くの新規感染者数が日々発表されております この収録日の前日前々日も2000人を超える方の新規感染が発表されているところですそれを受けまして熊本県知事の方からメッセージが出されておりますので抜粋でお伝えをいたします最も重要なのは換気でありエアコンを使用する場合もこまめな換気を行ってください希望される方は 早めのワクチン接種をおお願いいたしまます。す。これれは4回回目目だけでなく、3回目も対象とされております県民の皆様におかれましては今一度お一人お一人が感染しない感染させないと意識し少しでも体調が悪い場合はご家族を含め外出移動を控え医療機関に連絡してすぐ受診をしていただくようお願いいたします。 このようなですね知事からのメッセージが出ておりますそこで高森町の皆様にも重要なお願いでございます感染予防のため外出時の感染防止対策の徹底には引き続きご協力をよろしくお願いいたしますまた基本的な感染予防として必要な場面ではマスクを着用してください こまめな手洗い、手指消毒、換気を行ってください。発熱時は仕事を休み、かかりつけ医などに電話相談をされてください。え感染者が日々増加しており、皆様もご不安な日々をお過ごしかと思います。えお一人お一人のですね感染予防が大切になってまいりますので、高森町の皆様におかれましては引き続き感染予防にご協力をお願いいたします。 以上、今週の新型コロナウイルス感染症に関するお知らせでした。